農林水産省によりますと、去年1月から12月までの農林水産物と食品の輸出額は、前の年に比べ 0.7% プラスの7503億円でした。震災による原発事故の影響で、輸出先の国が輸入規制措置を取ったことなどから、2011年、2012年は輸出額が落ち込みましたが、2013年以降は4年連続で伸びています。去年最も輸出額が多かったのは、中国やアメリカ向けのホタテ貝でしたが、北海道の不漁が影響し、前の年より減少しています。一方で、果物類が大幅に伸びました。ブドウは前の年に比べ 50% プラス、イチゴも 35% プラスとなりました。また、和食ブームを追い風に、牛肉や米、緑茶も輸出を伸ばしました。輸出先では、1位が香港、2位がアメリカ、3位が台湾となりました。政府は2019年に輸出額1兆円を目標にしています。